何も言われてないのにめっちゃアタフタするやん。ヒロータさん、こんばん。ルクルク北原みのりさんの提訴の元ツイートの広く表現の自由を守るオタク連合こと広田さんのツイートが止まりません。サブチャンネルらしく小ネタやっていきます。詳細はメインチャンネルに動画を上げておりますのでご確認ください。私は何もしていない、平均的な読解力がないからだ、名誉毀損と特定は訴えてやる、と余裕を見せていた広田さんですが、なぜかツイートが止まりません。一部を紹介します。必死すぎて涙が出ますよ。そりゃ必死にもなるでしょう。デマゴーグを放置した結果実害が出てるんですから。この言い訳は通用しない。もし問題ないツイートというのであれば、そもそもなぜ伏せ字にしたの？本人がこのツイートは問題があると考えたから伏せ字にしたとしか考えられない。それはツイッターが文脈を無視して団子レベルでアカウント凍結をする可能性があるからです。そうでなければ伏せ字にする必要は本来ない文章です。だとしたら、通常人もあなたが意図した文脈と異なる取り方をするとは全く考えなかったのでしょうか。主張に矛盾が生じていますね。はい、話が通じない。このレベルとどう対話すればいいのか答えを知ってる人がいたら教えてくれ。マジで普通にツイッターの AI でも不適切と判断するのに、人が見ておかしいと感じないと考えなかったのかということなのに、広田さんには通じてないみたいですね。そもそも会の RT に対して北原みのり氏へ訴えるというのが意味わからなかったのですが、そもそもアカウントの運用に関わってすらいなかったと訴訟的にどういう件付け。めっちゃ気にしてるやん。有料記事を買って読もう。政治その他もつぶやきますが、心情その他ほとんどなく、面白そうなものに突っ込んでいくスタイルを貫くつもりです。好きにして良いと思うのですが、やはり度が過ぎてしまった感はありますね。その結果はいずれ出ると思います。新橋九段、北原さんは民事だけどあなたはツイート主だから刑事に持ち込まれる可能性があると思うの。その場合いきなり警察さんがこんにちはってこともあるから、そういう心づもりでいるに越したことはないわ。違法行為をしていないにもかかわらず、あたかもそうしたかのように言い募り、警察が来るぞなどというのはマルセリになりませんかね。とりあえず記録します。注意喚起ですね。平均的な読解力で読むとかなり敏感に反応されている広田さんです。しかも逆にあたかも訴えるかのように記録しますも同じやろ。ご意見ご感想、広田さんを美化しろとのリクエストにお答えしましたので、コメント欄までお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。報道の内容が窒さ、次の動画で